玉田園著名人研究家の尾村です、えー、今はですねこちらに来ております14区でございます14区に行きましたこれからですねお墓参りに行くところは三つ栗林昌さんのお墓参りに行きたいと思います三つ栗林昌さんはですね明治期の法律学者でございまして翻訳家、男爵でもございます 我が国のの法律思想の開発に大変尽力された方でございますお墓は14区一種2側の2番でございましてもうここがですねはい14区一種2側でございますですので、えー、この、えー、道沿いのですね右手側に、えー、三國林翔さんが眠られる三つくり家のお墓がございますので行ってみましょうちょうど、えー、今2023年の4月 えになるところですはい桜が綺麗に咲いておりますの道沿いの右手側でございます、えー、三つ栗臨床さんはですね我が国における最初の統計学書やナポレオン皇帝などのフランス刑法や法律関連の翻訳をした人物でございますフランス語のスタティスティック これをですね、統計学と訳したほか翻訳する際にですね多くの言葉も生み出しましたはい、もう少しで、えー、お墓に到着します先にですね、えー、お墓の紹介をしたいと思いますはい到着いたしましたこちらになりますはい墓、えー、墓所には4基お墓が 立っております。正面は三つ栗家の墓でございますね。そして三つ栗林昌さんはこの一番右端でございます。こちらに三つり林昌先生の墓が立っております。はい、こちらでございます。その他ですね、隣には三つり正吾さん。 う、えー、さんは三國、ねえーえー、林翔さんのです、ねえー、お父さんですね、林翔さんのお父さんでございます、地理学者でございます。そしてこちらにもです、ね、三、え、栗、ー、こちらは三栗源保さんですね。はい、そして、えー、墓所にはです、ねえー、左手側にです、ね、墓子がございます。 はい、このように星を、ね、見てみましょう。えー、まず、えー、三栗玄保さんから刻みがありますね。えー、三栗玄保さんは林床さんのおじいさまですね、祖父でございます。そして、えー、もろもろこう刻,まり刻まれておりますね。省吾さんがお父さんで臨床さんの、えー、ご子息。 の方々も刻まれておりますちょっと後ほど詳しくし紹介したいと思いますはい、それではですね三つ栗林床さんのですね、えー、ご紹介していきたいと思います、えー、三つ栗林床さんは武,武蔵野の国江戸梶橋ご出身でございます現在の東京都の中央区でございますね津山藩の屋敷でお生まれになりました 津山藩の範囲、ね、であり蘭学の大家、法学者の三つくり玄保さんのお孫にさんでございます。おじい様が三つくり玄保さんですね。そしてお父さんが地理学者の三つくり翔吾さんでございます。お墓、ここに並んでおりますね。お母さんは新さんですね。三つくり玄保さんの娘さんということになります。翔吾さんが新さんの婿養子になったということですね。お父さんが えー、なおですねお母さんのこの新さんのお姉さんに当たる関さんという人がいるんですねその関さんはですね乱医学者の呉王関さんに突入でおります呉王関さんですねその子供がですね日本における統計学の第一人者として著名な呉綾敏さん、えー、よってですね三作、えー、林昌さんとはですねこの呉綾敏さんはいとこ関係ということですね えー、なお呉綾俊さんのお子様が内科医学者で6度もノーベル生理学賞、えー、医学賞の候補者として名前が上がりながらも受賞とならなかった呉健、えー、さんですね呉健、えー、さんとかこの呉一族の、えー、お墓もですねタマレーンにございまして21区一種25側の一番で動画、えー、も上げておりますのでぜひご覧ください。 なお、この呉大関さんのですね、三男で精神病学をですね、確立されました呉修造さんという方がいます。ええー、呉修造さんのお墓も玉霊園でございまして。えご、ー、く一周、一川九番で、前回の動画で紹介した方でございます。えー、三え、光圀麟昌さんはですね、最初の名前は貞太郎と言いました。えー、後にですね、貞一郎と改めております。 そして明治5年にです、ね、通称名などの併用の禁止に伴ってです、ね、臨床としましたこの臨床の臨の字というのは臨酸の臨でございまして明るいという意味でもございますですので秋とも読むんですねこの臨床の臨は秋とも読みますしたがって臨床と今読まれておりましてどの人名字でも、ね、臨床として紹介しておるんですがこの秋吉という読み方がまあ正しいみたいなんですね本,当本来はですね ただ、まあ、ここはですね混乱しますので、えー、この三つくり臨書、臨書として紹介をしていきたいと思います。まあ、お父さんがですね早く亡くなってしまいました、このお隣にお墓がございます、三つくり正吾さんですね、この正吾さん、ちょっと早く亡くなってしまいましたので、えー、おじい様、ま、えー、祖父のですね三つくり玄吾さんに育てられます。えー おじいさま、この三つくり玄保さんはですね、林昌さんがま聖、あ、堂、聖堂、まあ、というのは15歳以上という意味ですけれども、この15歳以上になるまでは乱学を学ぶことを禁じてですね、もっぱら感学を学ばせました。この玄保さん自体がですね、乱学の体家と呼ばれている方だったんですけれども、15歳になるまでは乱学学ばなくていいと、感学を学びなさいということですね。 えところはですね、林少さん質素にですね、熟成の現象を読み、蘭学を独学しておりました。そして祖父がですね、マンション調べ書。 これは、えー、と後の東京大学なんですけれども、東京大学の前身がですね改正学校と言いました、その改正学校のさらに前身が板、えー、書調べ書という、えー、学校ですね、そこの教授となったのを機に、ですね林昌さんもそこに入って、公に蘭学を学べるようになったということですね。えー、この時、えー、数学をですね神田貴平さんに、英語をですね中浜万次郎さんに学んでおります。 えー、とにかく秀才だったんですね中浜万次郎さんはジョン万次郎さんのことですよそして、えー、この神田孝平さん、えー、この方もですね大変著名な方でございましてその養子になられて英語学者でですね男爵にもなった神田内部さんこの方のお墓もですね玉まれにあるんですね2区1州2側の十番です近く動画で紹介したいと思います文久元年十五歳にしてですね 書調べ書のですね英学教授の助手を命ぜられました堀辰之助さんが英和辞典をですね編集するにあたりそこを補助しておりますこれまだ江戸末期の話ですからねはい文久3年頃ですね外国法通弁、えー、いわゆる通訳ですねの森山滝一郎さんとですねホイートンさん このバンコク広報をで、ね、読みましてこの方々が書きましたバンコク法広報ってやつですね、えー、その本を読みまして国際法の知識を身につけました現地元年、えー、10月ですね1864年です祖父を継いでですね幕臣にレスられ外国武行支配翻訳御用頭取りに命じられました 福沢諭吉さんや福地源一郎さんだとともにですね、英文翻訳に従事し、外国条約異流地規則などのですね、外交文書の調査に当たりました。大抜擢ですね。えー、慶応3年1867年にパリ万国博覧会に、将軍徳川慶喜の名大で弟の徳川昭武さんがですね、参列する時に、その随意に加わってですね、渋沢栄一さんだと随行しました。 フランスに行きますそして、えー、それ行言っている間にですね日本、大変変わるんですね、えー。帰国します。それが明治元年の2月24日に帰国しました。もう明治になっているんですね。江戸幕府からの命でですね、えー、行ったんですけれども、えー、江戸幕府からですね、えー、帰ってきたら明治政府に代わってたってことですね。そして、えー、同年6月よりですね明治新政府に招かれて、改正書御用係の命をですね受け。 大阪や京都で一等薬官、いわゆる翻訳や外交の仕事に任せられました。その後ですね、兵庫県令や神戸洋学校に携わり、東京に戻されますが、まあこの三菱臨床さん、外交官としてはちょっと自分ちょっと合ってないんじゃないかということで、外交官を好まなくてですね、大学に入ること望みました。そこで文部省が設置されるとともにですね、文部大教授に就任されております。司法にも関わっております。 明治9年に司法退場司法代書記官、明治13年に元老院議官民法編纂委員を兼ね明治15年にはですね東京学士院会員明治21年には日本初の法学博士になっております。 この間、明治2年にはですね、フランス刑法のですね、翻訳を命ぜられましてナポレオン法廷のですね、前訳を5年かけて完成させついでにですね、えー、民法、商法、訴訟法、えー、知財法、憲法などですね、合計40冊のすべてをですね、三國林翔さん1人の手によって翻訳されました、まあ、その際、ですね、えー、薬事はですね、現在でも定訳となっているものも多くあります。 そうですね、日本語に訳す際にですね、今まで日本では使われていなかった言葉などもたくさんありますのでですね、えー、そういう言葉もですね、どんどん開発していったってことですね、まあ、それら、えー、いろいろ書いたものをですね、林床さんはこれを、えー、フランス法律書と名付けました。これは近代法典がですね、初めて日本人の目に触れられることになりました。 翻訳されましたフランスの法律は当時の司法官の唯一の手本とされまして当時の裁判がこの手本をですね、ベースに行われておりました特に民事に関してはですね、間接に裁判例の起訴をなし我が国の法律思想の開発に光国院長さんの功績が認められております。ナ、はい、ナポレオンがが骨をを作り、ボアソナードが肉をつけ それに日本的表現の皮を張ったのは三つくり臨唱であるそんなようにですね当時は言われておりました明治30年に52歳で亡くなるまでですね学者として活動しつつ明治27年にはですね貴族院資格審査員などもですね務めました三國臨がさんがですね亡くなった後 この三つくり林床さんの功績によってですね三つくり家はですね男爵の爵位を除爵されております以降男爵の、えー、家柄になったということですねはいそれが三つくり林床先生、えー、ざっとではございますが紹介をさせていただきましたこの墓石もですね、えー、大変古くてですね横の今このようにいろいろ三國林昌先生のですね、えー、略歴なんかもこちらにも 刻まれております、はい、ちなみにこのお父さんの祥吾さんもですね、えー、ちょっと若くして亡くなりましたが地理学者として活躍された方でこちらの面にですね、えー、それらの胸、ね、う刻まれております。そしておじいさんのですね御栗玄吾さん玄吾さんのですねおせ墓石にも、まあ、このようにびっしりとですね 薬、えー、歴刻まれているんですね、はい、に刻まれておりますはい、この三つ栗家、えー、大変古いお墓でございますそもそも三つ栗印象さんがですね亡くなったこのお三方亡くなったのも明治時代でございますので、えー、明治時代はですねまだ玉蓮が誕生してないですね玉蓮が誕生したのは現在二千二十三年ちょうど百年前でございます ちょうど100年前でございますので大正時代ですね玉蓮が誕生したのはですのでこのお三方亡くなった時には玉蓮ありませんでしたですのでこれ三で家のです、ね、墓所というのはもともと東京小石川の白山にあります浄土寺というお寺さんにありましたそれをですね1964年の3月昭和39年ですがそこからですねこちらの玉蓮に改装されたということですね 改装したのがですね、えー、三栗林翔さんのお孫さんに当たります、はい、こちらにちょっと刻み見てみましょう、吉和さんでございますね、はい、三栗林翔さんの、いっぱい書いてありますね、長男とか次男とか書いてありますけれども、えー、三栗林翔さんとのご家族の話をちょっと話をし,したいと思います。 三國臨床さんの前妻はですね、元さんと言いまして、この元さんとの間にですね、三男三女を設けております。長男、次男はですね、早く亡くなってしまいまして、三男のですね、三國正蔵さんがですね、継ぎました。ところが、ですね、この正蔵さんも23歳の若さで他界されてしまいます。三國臨床さんはですね、5歳のですね、東の子と書いて、う子さん。 とですね、えー、まあ、再婚されまして、えー、その方との間にですね、四男となる年尾さんを、えー、設けております。年尾さんもこちらに刻まれておりますね。そして年尾さんがですね、三つ切り家を、えー、継ぎました。そしてこの三つ切り年尾さんはですね、陸軍中将大島健一さんのですね、長女である長江さんとご結婚されております。長江さんは一番端っこに刻まれています。 そして、えー、吉一さんとですね、年次さんをですね、えー、次男設けておりますところが、えー、この敏夫さんもですね、33歳の若さで亡くなってしまいましたですので、えー、この吉一さんがですね、えーまあ、当主となりますこの吉一さんがここの玉霊、えー、ですねお墓を、えー、このもともと えー、この浄土寺というところに三り家あったんですけれどもたまに改装されておりますこの義和さんはですね農獣医学者として活動されましたこの義和さんはですね養命酒オーナー一族である塩澤智重さんのですね次女の千代子さんとご結婚されております そして、えー、一人娘をもうけましたが、48歳の若さで亡くなっておりますので、えー、弟さんの敏杉さんが、ですね、三つくり家の家督を継いで、えー、いるという、そういう流れでございますね。なお、今の紹介で、えー、出てきました、えー、まず、ですね、この敏夫さん、三つくり家のですね、えー、を継ぎました、えー、三國敏夫さんのですね、えー、奥様はですね、 えー、この大島健一さんという陸軍中将でございますね、陸軍中将の大島健一さんの長女なのですが、長江さんといいますが、大島家がですねちょうどこの三り家の墓所の隣でございます。これは隣ですね。隣に、ここに健一さんのお墓、立ってますね。はいこれもう親戚関係がもうお墓隣同士になっています。 同じ十四区一種二側でございまして大島家は三番ですね三番ですそして三つくり家はですね二番になりますそしてその後ですねそのお二人のご長男吉和さんこの玉霊園にですね墓所を整えました三つくり吉和さん農獣医学者としても活動されましたこの方の奥さんがですね えー、奥さん千代子さんと結婚されてますか。その千代子さんは陽明酒のオーナー一族、えー、塩澤友、えー、重さんなんですけれども、その塩沢家のお墓もですね、玉陵にあるんですね。二十二区一種二十九の二画にございます、はい。ざっとですね、ちょっとご家族の、えー、ことも紹介させていただきました。それではお墓参りしたいと思います。 三つくり臨床さんの、はいえー、ご紹介お墓参りをさせていただきました、えー、明治期の法律学者でございますね我が国の法律思想の開発に大変尽力されました三國林、えー、床さん、えー、そして、えー、ご家族はですね、えー、その功績によって男爵の爵位を、えー、与えられましたその三つくり家の、えー、ご紹介もさせていただきましたお墓参りでございました以上でございます